自分の強みって本当に何なんだろうなみたいな、分かんなくなってる部分とか、自信を持って話せなくなってるのかなっていうふうに今考えています。なんで内村さんが自信持ってないなんてことがお前に分かるんだと思いません？どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということですね、今回は22卒の就活生でまだ就活が終わってなくて不安という悩みを持っている内村さんの就活相談に乗る企画なんですけども、自己紹介と今の就活の状況を聞いてもいいですか？九州大学理学部科学科4年の内村武人と申します。今の就活の状況は、1回内定もいただいたんですけど、その後内定辞退して就活まだ続けているって形になる、今業界とかバラバラになってしまってるんですけど、営業とか事業企画とかに携われる会社を見ていこうというふうにはしております。今もう8月になるということで、大丈夫ですかね？まだ大丈夫ですね、ギリかなっていう気もしないでもないですけど、というのは10月に内定式をするところが多いですよね、一旦そこで22卒は終わろうかなっていうふうにする会社が結構ボンと増えるんですよね、ということは何かというと、あとはこの8月9月ラストチャンスみたいな感じがあるんで、もう2ヶ月ですよね、8月9月だけは気抜かずにね、ぶっとこう息止めたまま頑張り続ける。そうしないと10月からだいぶモードが変わるので。将来何がしたいのって言われた時に、結局自分の中で突き詰めていくと、周囲の人間を笑顔にするとか、自分が仕事で関わっていく人にありがとうってやっぱ言われるような仕事がしたいなっていうふうには思っているので、フィールドは正直もういろいろ受けてきても分からなくなっている部分もあるので、そこをどう伝えるかとかがすごく今自分の中でモヤモヤしているというか不安なところなのかなというふうに考えています。今まさに内村さんが正直こうだって言ったじゃないですか、だからそれを見抜かれてるんで、本当にやりたいことなんですかって聞かれちゃやってるわけですよね。正直やりたくないんですって言ったことをもうストレートに言うべきだと思うんですね。で、特に時期的にもね、今だったらやりたいことがわからないとか、ずっと考えてきたんですけれども一つに定まらないんですとか言っちゃった方が多分変な追及受けなくて済むと思うんですよ。で、逆に変なこと言っちゃうから、真面目にね、面接官が聞こうとすればするほど、本当にやりたいのかなと、なんでそんなことがやりたいのとかね、いっぱい聞かれるわけですよ。困るでしょ、なんでかって言ったら本当じゃないから、っていう自分で自分の落とし穴を作り出してるみたいな感じになっちゃってるので、だから早くその質問を終わってもらうために、掘ったってこれこの質問出てこないな感を出した方がいいんじゃないかな、考えてきたんですけど分からないんですみたいなね、それを言った上でもう本当唯一あるとしたらって言って、さっきありがとうと言われるとか、もう関わる人をポジティブにしたいとか、もう本当これくらいなんですよねって言ったら、そうかって感じしません？今の言い方だったら、あっさりそれでもう終わって、あ、そうなんだねで終わると思いますけどね。で、それを問題視する会社そろそろないですよ。どうですか内村さん、今の話聞いて本当にその典型パターンに陥ってたのかなっていうふうに思っていて、その会社がやってる業務の中で興味が持てる分野について話すんですけど、今までずっと見てきたわけじゃないので、その業務について深く聞かれれば聞かれるほどやっぱり答えられなくなっていってる部分がすごくあったので、正直に迷いっていうのをつけていきたいなっていうふうに思いました。自分の強みって本当に何なんだろうなみたいな、分かんなくなってる部分とか、学知もこれを言って企業に自分を評価してもらえてるのかどうか分からないとか、迷いが多分企業の方に伝わってる上で話してるのがすごく自信を持って話せなくなってるのかなっていうふうに今考えています。素朴に思うのが、なんで内村さんが自信持ってないなんてことがお前に分かるんだって思いません？だって内心の話じゃないですかそれって、つまり何かというと、言語手がかりをもとに何か判定してるだけなんですよ。今からの話をずっとカメラ目線でやってもらってもいいですか？分かりました。どんなことが悩みなんでしたっけ？何が強みなんだろうかみたいな部分がすごく、分からなくなっていってる部分があって、それも今自分が自信を持って話せていないっていうのが現状であると考えます、ありがとうございました。これどうです、自信持って話してる顔に見えませんでした、しょうもないことなんですけど、オンラインの面接って非言語手がかりが少ないんで、その代わり目線とかそういったちょっとした手がかりでも人間って自然に取りに行こうとするんですよね。で、それによって印象形成するから、カメラ目線ってもうバカにならないですからね。カメラ目線でこれからオンライン面接受けるだけで、その自信なさそうって言われなくなると思う。今見てて別に自信なさそうな感じしませんでした？ちょっと工夫するだけで良くなるっていうことですかね。次行く面接からカメラだけ見てやっていこうかなっていうふうに思います。そう、本当にこういうしょうもないことで合格率上がったりするんですよね。
じゃあ最後の悩みで、ガクチカを伝えなきゃいけないことが多くて、結果がすごい突出したものがあるわけではなくて、どれを伝えればいいかわからないっていうのが悩みなんですよね。本当に自分の個性が伝わるものの方がいいのか、伝えたい内容を伝えるためにのエピソードを選んだ方がいいのかみたいな、そういう意見もあると思うので、結局僕は何を伝えるのが一番いいのかっていうのがわからないっていうのが質問なんですけど、内村さんこういう人だよね、だから欲しいんですよってもし言われるとしたら、どこを買ってほしいですか？利他的な精神で努力できるとか、好奇心のままにすぐやってみることができるとか、そういう部分を売り込んでいきたいかなというふうには考えています。なるほど。今さっき言った利他で努力できるところとか、好奇心があって何でもふとは軽くいくってことですよね。これを表すエピソードっていうのを言うのがストレートな感じがしますけどね。例えば利他で努力ができるっていうことを表そうと思ったら、どんなエピソードが思い浮かびます？オンラインで交流イベントの運営っていうのをやってるんですけど、運営のコンセプトが大学生が憩いの場とか悩みを解決するきっかけになるとか、そういうのを目標にやってる団体なので、そういう部分を言ったりすることは一番いいのかなというふうには考えています。その話はすごくいいと思うんですよね。加えてそれが利他から来るものなのか、今の話って相手がいるからそれでありがとうって言われたりとかもしますよね、はい、するとありがとうって言われるのが嬉しい、つまり承認欲求でやってるのかっていうのが話を聞いてて疑問に思ったんですよね。これが利他から来てるものだっていうのを示すエピソードだったりとか、利他の気持ちを持つようになった理由であったりとか、そういった何か言えますか？オンラインのキャリアコミュニティみたいなのがあるんですけど、それに参加した時にその社会人の方だったりとか、いろんな学生と自分が話す中で、将来の漠然とした不安とか悩みっていうのがどんどん晴れていったというか、心が軽くなったっていうのがあったので、自分も人の心を軽くするようなことがしたいなと思って参加したって形になってるので、承認欲求じゃないのかなというふうには自分では捉えています。なるほど。自分がやったことによって人が嬉しくなって幸せな感じになってたら、それを壁の横からこう見てるだけでも、あ、よかったなみたいな感じで思えてるっていうことですよね。そうですね、っていうのをこれ全部盛り込んだ話にしたら十分だと思いますね。利他ってなんかすごく崇高な感じじゃないですか。だから疑わしいわけですよ、言ったらね。本当に利他かと、人間って全員利己的なんじゃないのかとかね、思うわけですよ。だから利他だからこういうことしましただけじゃなくて、こんなことがあったから利他になったんで、しかも利他だからこういうこともしているっていう、この両方から証明していくっていう風にすると、より強力な自分を表現する話し方として、だからそうしたら、ああなるほど、そこまで言うんだったら内村さん本当に利他の人かもしれないと。うちの仕事をやっても別に明確にね、ありがとうだとか、例えば自分にとってものすごいインセンティブがなんかあるとかっていうのはなくても、見えないところで自分のやったことによって幸せになるっていうことが喜びにつながるんだったら、この人は自分の仕事で頑張ってくれるんじゃないかっていうイメージが結論として出てくるんですよね。ストーリーを持たせることによって再現性をアピールする。そうです。あと一個だけね、ちょっと言えるとしたら、自分で選ぶっていうのをずっとやってきたわけでしょ。自分を一番欲してくれるところを選ぶっていう風にちょっとマインドチェンジした方がもしかしたらいいかもしれないですよね。生々しい話をすると、もうだんだん知らない会社ばっかりになっていくわけじゃないですか。知らない会社をね、急に好きになれるかって言ったらなかなか難しいですよね。自分が選ぶっていうことで納得感を得るっていう目標をもし立ててるんだとしたら、こっからなかなか本当難しいですよ。だとしたら今度は自分をさらけ出して、こんな僕でもなんかめっちゃ好きって言ってくれるみたいなところを選ぶっていう軸っていうのをもう一つここから加えてもいいんじゃないかっていう気もしますけどね、はい、最後に感想を内村さんの方からいただけたらなと思います。自分自身の不安っていうものをぶつけてみて、普段聞けないような話も交えながらフィードバックをくださってたので、くださったフィードバックを生かしながら自分を受け入れてくれる会社っていうのは、縁のある会社っていうのと出会って、その就活を終えられるように今後も頑張っていきたいなというふうに思いました。ありがとうございました。本日は皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。